太陽系では、水星、火星、地球、火星、木星が、ほぼ一列に並ぶ、惑星直列が始まっています。果たして、地震との関連性は、あるのでしょうか。アラスカ地震によって、30万人の人々が暮らす州都には、甚大な被害が発生。道路、建物、インフラ施設が破壊されました。幸いにも、死者や大怪我の報告はなく、現在は余震に備えて警戒態勢が敷かれている状態です。その地震に先立ち、11月11日、地震学者らが世界中で謎めいた低周波の地震波を検出した。さらに、水星、火星、地球、火星、木星が一列に並ぶという惑星直列が始まっており、大きな地震が発生するサインであると警戒が促された。地震波の原因はまだ判明していませんが、惑星直列がピークを迎えるのは2018年12月21日とのことです。惑星の配列から地震を予測するオランダの非営利団体は、2018年11月30日20時51分、UTC、更新、ここ数日は地震活動が続くと予測される。震度は最大6から7になる見込み。ここ1週間の状況が良くない。特に7日から10日にはマグニチュード8以上の甚大な被害をもたらす地震が起きるかもしれない。11月30日の地震の発生を予報していたのです。偶然の一致なのでしょうか。